ピエール・モーロワは、フランスの政治家。社会党の党首で、フランソワ・ミッテラン政権にて、第8代フランス首相を務めた。1928年7月5日に、北フランスのノール県カルティニーに誕生する。パリ南部近郊カシャンにある、市販学校の研修生を経て、教職に就いていたが、1950年代から、社会主義運動に参加、社会主義青年運動と、 技術教員組合で活動する。その後、ノール県の社会主義組織で頭角を表し、1966年には旧フランス社会党で当初基調で後に首相を務めたギーモレに続く党内ナンバー2となる。1968年の総選挙と1969年の大統領選挙で左翼陣営は敗北を喫し、体制の立て直しを余儀なくされた。 1971年のエピネー大会で、社会主義者は大同団結し、新フランス社会党を結成した。モーロワは第一初期にフランソワ・ミッテランを支持し、党内上列ナンバー2になった。社会党結成の2年後に行われた1973年のリール市長選挙に立候補して当選する。1979年のメス大会では、 反ミッテランのミシェル・ロカールと共同戦線を張るが、1981年、フランス大統領選挙では、ミッテラン陣営のスポークスマンとして、ミッテラン当選に貢献したことが認められて首相に就任した。モーロは内閣の業績として、週39時間労働、60歳定年制、賃上げなどが挙げられる。もっともモーロアは、伝統的な社会主義的経済政策の限界を、 早くから悟り、社会主義的経済政策の放棄を主張した。1984年私立学校への補助金を削減できなかったことが政治問題化し、責任を取って総辞職した。1988年に社会党第一初期に選出される。党首としては党内各派の対立緩和に動いた。ロカールハトミッテランの後継者であるリオネルジョスパンの 派が党内における基盤であった。1992年に社会主義インターナショナル議長に選出され1998年まで務めた。このほ九1992年からフランス上院議員に選出された。2007年フランス大統領選挙ではセゴレーヌ・ロワイヤルを支持している。2013年6月7日にクラマールの病院で死去。84歳であった。 ピエール・モーロワさん死去物元首相、核実験に、反対朝日新聞2013年6月7日。ありがとうございます。